流すならあなたの血を猫かぶりの偉い方々戦争はついに原爆を投下、広島長崎の町を仁愛と化した。にじんだ星を数えて、これらのことでも分かるように、一旦戦略戦争が始まったらやめさせることは大変困難です。戦争の準備ではなく外交の力で平和の準備をの声を上げていきましょう。私たちの平和を願う声を自分の言葉で周りに広げていきましょう。今日は本当にありがとうございました。感謝申し上げます。自己紹介。野原光と申します。野原さん、はい、野原さんは作家さんというふうにお聞きしたんですけど、そう、新章画家っていうか新章画ですね。どちらかというと武将ではないものをずっと描いてます。目に見えないいただいている命のエネルギーのようなものを表出できればと思って今日は臨みました。はい、これは何をイメージして作ったんでしょうか。イメージも何もないです。湧いてくるものをいただいてるエネルギーのままに頭を使わないで体を通して出してみたっていう、そういうやり方です。はい、まあ、2時間の間にということだったんですけど。そうですね、ちょっとどうですか、苦労されたことは何かありましたか。いや、まあ、それなりにやって、それほど あんまり考えてないんでね。はい、今後の目標は何かあったら。いろんなところで、もし今回もね頼んでいただいたんですけど、いろんなところで一緒にやってくれる人いたらいろんなところで表現したいと思います。ぜひ目標に向かって頑張ってください。ありがとうございます。今日お疲れ様でした。ありがとうございました。こんにちは、長野インターネット補足と申します。はい、こんにちは。今長野県は上田市、はい、そうです、駅前に来ておりますけども、はい、平和フェスタ終わりました。その主催者の方に来ていただきました。すみません、自己紹介お願いします。はい、
私は上田市に住んでおります、大石里子と申します。私たちは2022年のクリスマスの頃から、3ヶ月に1回ぐらいずつ市民集会をやってます。それは岸田内閣が閣議決定した軍拡に反対する声を上げる、反対の声を上げるという気持ちで本当に 4,5 人から始まった集会なんです。なるほど。怒りは声にして、声はみんなに呼びかけようっていう、そういう、それ以上何もないんです。そして今回の、イベントにたどり着いた、そうですね。それは最初の 2,3 回目ぐらいは本当に演説みたいな、スタンディングみたいな形だったんですけど、やっぱり歌を歌って周りの人たちに呼びかけたいねっていうところから歌い始めたら、今度は歌だけで平和を伝えたいっていう声が上がってきて、本当に初めは6人ぐらいだったんですけど、その6人が1人、2人、3人って呼びかけて、最後は17人もの実行委員のメンバーが出来上がって今日の集会になりました。今年で何年目になるんでしょうか？初めてです。そうなんですか？そうです。どうですか？かなりスタッフさんも多いと思うんですけども。そうですね、こんなにたくさんの人が本当に集まってくださるって思ってもいなかったし、昨日までは天気も優れなかったし、もう天気が悪かったら中止みたいな、そんな気持ちで始まった集会だったんですけど、始まったら本当に何か心がワクワクするし、ドキドキしたし、こんなにみんな求めてるんだな平和を、やっぱり何か心騒ぐものを感じてくれたんだなっていう気持ちです。たくさんの方がこう参加されたと思うんですけど、はい、その辺はどうでしょうか？本当に地域のそれぞれのところでささやかかもしれないけど、歌い続けて自分たちの平和を訴えてるんだなっていうのを感じました。なんで42兆円ものお金で武器を買わなくちゃいけないんでしょうね。そのことへの怒りです。私たちはもし42兆円ものお金があったら、子どもたちの給食費は無償になるし、医療費だって無償になるし、明日食べるものがない人たちにも食べるものを与えるっていうかね、届くんじゃないかなって思います。私も最初の挨拶でお話ししたんだけれども、私は戦後の子供ですけれども、でも私の父や母は東京で空襲にあって家を焼かれ、アトリエを焼かれ、島根県の山奥の津和野っていうところに疎開していたんです。私の父は絵描きですし、やっぱり田舎にいたら絵が描けないっていう焦り、そういう中で随分苦しい思いをした、私たちも子供ながらにその苦しさを味わってきましたから、やっぱり戦争はあってはいけないなって。私孫が7人もいるんですよ。男の子が5人、女の子が2人。やっぱりその子たちが本当に幸せでいてほしいっていうのが私の一番の願いです。そこからみんなに声をかけて呼びかけて、こんなに広がったんです。今日総勢何人ぐらい来られたんですか？延べ人数でいうと300人って言ってましたけど、私たちが目視して200人集まったかなと思います。これからどんな風にこうしていこうなんて、いや全然考えてないんですよ。11日の日に反省会があるので、もしよかったらいらしてください。その時にこれからのことをきっとみんなが話し合うんだと思います。これからですね。私何のプランもなしに始まってますから、これ、そうなんです。だから本当にわからないです。ぜひ目に向かって頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。すみません。